はい、皆さん、こんにちは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今日は、エチゴビールということで、つながりで、エチゴビールの、これは、ペールエールですね。ピルスナーです。ピルスナーですね。エチゴビールピルスナーは、ピルスナー発祥の地、チェコのアロマホップを、全量使用した、香り高い本格派のピルスナービールです。バックが 100% ビール。ピルスナーといえば、日本のビール、アサヒとか、札幌とか有名なビールは、すべてピルスナーというスタイルのビールなんですが、それの、プレミアム版だから、エビスみたいなもんなんかな。アルコール度数 5% ですね。それでは、いただきたいと思います。で、つまみに、はい。今日買ってきました。中野の宮古昆布。この梅味もね、あったんで買ってきました。とりあえず、ね、こちらを食べていきたいと思います。懐かしいな、これな。開けると、こんなんだったっけ。袋に入ってますね。すげえ。こうなってんだ。束になって入ってますね。すげえ。こんなんだったっけ。いただきまーす。懐かしい。この味。美味しい。じゃあ、乾杯。これは。喉の奥まで、苦味が、じゅわっとくるんですが、一気にこう、さーっと引いていく。これうまい。独特のこの、なんて言うんだろう。麦のすごい、香りと、キレのある苦味。強烈な、苦味と、だけど、コクはないですね。やっぱり、ピルスナーだけあって。コクというよりは、綺麗ですね。喉越し。あなたの知らないビールの世界の、
そうですね。なんか味としては、エビスに若干似てる。まあ似てますね。美味しい。美味しいですね。ですが、エーデルピルスとかに比べると苦味はあんまりそこまで強くはないんですが。でも、普通のビールよりかは絶対的に苦味は強い方です。これは。チゴビール。ああ、これ美味しい。コンボうめえわ。さすが。昆布ブランドで、一番の、会社だけある。ピルスナー。やっぱ賞味期限が若干、あれですね。短い。ピルスナーのオリジナルホップとされるザーツ産ザーツ州ホップを使用した麦芽100%のプレミアムビールですって。まあ、全国第1号地ビールということで。これは地ビールという、その、ね、そのカテゴライズを作ったというのが、この越後ビール株式会社みたいですが。そういえば新しい商品も出てたな。ケルシュっていうやつ。で、関係ないんですが。宮古昆布。宮古昆布をググると、中野仏壇株式会社、愛され続けて80年。だって。創業昭和6年6月、創立昭和34年。本社が大阪営業所。大阪府堺市、堺区。
うまい。うまいですね。この結構歯ごたえがある。うん。この感じ。そしてこの、なんか、酸っぱいしょっぱいみたいな。この粉ね。うん。魔法の粉とも呼ばれている、秘伝中の秘伝。あれですね。なんか、ありますよね。ハッピーターンの魔法の粉とかさ。あれでもレシピが、なんか、誰かによって解析された、ではなく、解析されたというより、なんか、砂糖と塩なんか何対何で、混ぜると同じような味になるとか、そんなこと、聞いたけど。おしゃぶり昆布、浜風。これも有名ですね。おしゃぶり昆布。こちらもこの、宮古昆布の、作ってる人の、会社と。これもうまいんですよね、このおしゃぶり昆布ね。うん。ほんと、一時期ハマるんだ、これ。一時期っつうか、なんか、うん。ものすごいハマるときや。通信販売とかもやってるね。あ、この歯ごたえがいいわ。うん。この歯ごたえ。みやこちゃんのお店だって。商品一覧。でもこういうのを食べてると、ふと思うんですが、と思うっていうか、まあ、非常に高いというか、まあ、たった 15g ですから、これだったら、普通のさ、昆布さ、だし用昆布買って食った方がいい気もするんですけどね。で、俺前買って食ったんですけどね。普通にだし用昆布買って。結構美味しいですよ。だし用昆布。まあ、あの方がコスパ的にはいいな。確実にな。梅酢。宮古昆布。食べまーす。あ、なんかすげえ。ほら。しっかりなんか、器っていうか、プラスチックの容器に入ってる。よいしょ。海苔で食べてみる。あ、なんか太い。あら。あら、一枚が太いぞ。太くなった。うん。
微妙。これだったら普通のやつの方がうまいわ。これだったら普通の方がうまいわ。なんか厚切りになって、なんかあんまりうまくない。まあ美味しいは美味しいんだけど、まあ昆布は結構ね美味しい、美味しいですよ昆布は。ただちょっとな、高いなと、グラム的にね。確かに結構つまみにはなるんだけどな。で、結構、この程度の量なんだけど、なんか結構腹が膨れるような気がする。なぜだろう。まあ膨れてんだろうな。てか、ちょっと疑問に思ったのが、なんでここに穴開いてんだろうな。ここから取り出せるってわけでもないの。ちょっと中身が見えるようにしてる。いいか。アンジェラ・アキラ。アンジェラ・アキラは、アンジェラ結構これ好きならしいですよ。干し梅も好きなんだって。てかアンジェラ秋って外人じゃない。あれ、アンジェラ秋って外人じゃないの。普通になんか日本語でブログ書いてるけど。え、アンジェラ・アキってか、外人じゃないの？まさか日本人？まさかの。今全然知らなかった。うっそー。なわけねえだ。さすがに。うっそー。ちょっと待って。
なんでやって。いや、そもそも名前からしてあれか。日本人なわけねえか。え？日本の女性シンガル、なんだって？徳島県板野郡、板野町出身だった。ハーフか。なんだよ。父親が日本人で、母親がイタリア系、アメリカ人のハーフ。イオン社長の、なんちゃらかんちゃらの娘？なんだイオンって。あ、あれか。英語のあれか。英会話のイオンってやつか。へぇ。はぁ。なんだこれ、日本人だったのか。なんか英語の歌、洋楽ばっかり歌ってると思ったから。あ、そうなんですか。だってさ、アンジェラ・アキってさ、基本的にほら、英語の歌しか歌わないじゃん。なんか知らなかったですね。へぇ。35歳だって。35歳にしては若い。若いな。なんかかなり話題が飛びまくってますけど。まあそんなのは気にしない。うまい。でもさ、こういうさ、スコンブあるでしょ。まあ、これがいわゆるスコンブってやつですね。んで、こういうのは結構若干湿ってるタイプの。スコンブっていうのはまあ、湿り気があるタイプのこう、昆布なんですが、あの、おしゃぶり昆布っていうのは、あの、パリパリのやつですね。うん。どっちも美味しいですよね。うん、でも、どっちがうまいかっていうと、個人的には、あの、おしゃぶり昆布の方が好きなの。特に、おしゃぶり昆布の中で好きなのが、やっぱりこの中野物産の、浜風も好きなんですけど、このおしゃぶり昆布梅ってやつですか？梅味のやつ。浜風の梅みたいなやつ。これが美味しいです。基本的に俺梅干し大好きなんで。うん。でもこれはまあうまくないね。梅酢は。梅酢パターンはうまくない。うん。でも浜風って言ったら、おしゃぶり昆布浜風。非常に、まあ、超絶有名なやつですけど、うん。まあやっぱそれだけ、うまいんですね。なんですが、やっぱり、自分でこう、あのね、だし用昆布を買って、で、食ってた方が、
個人的にね、大して変わらんです。うん。そっちの方がコスパ高いです。うん、安上がりです。うん。なんで、絶対そっちの方がいいと思うけどな。だってなんでこんなグラム数少ないんだ。10グラムとかさ、20グラムとかさ。だって、昆布なんてお前、1キロとかで売ってるだろ。ねえ。そこら辺でさ、昆布の日高昆布とかさ、500グラムとかで売ってる。こっちの方が絶対いいって。で、だし用昆布はね、やっぱりね、うまみがあるんで、非常に美味しい。まあ、白くなんか、粉吹いてるみたいになってるでしょ。あれが、うん、地味に美味しいよ。粉自然と吹いてるパターンの、で、こう、塩分は少ないんだけど、結構しょっぱめみたいな。まあ、旨味がその、あるんで、その分、その塩分控えめになってるというか。まあ、その、ね。その、実際にはしょっぱいんだけど、実は塩分控えめみたいな。まあ、非常にどうでもいい話しましたけど、さらにどうでもいい話をすると、はい、じゃん。一見見た目はただのエナジードリンクですが、これがなんと値段が、128円だったかな。これベイシアという、ショッピングセンターの、なんか、その、まあ、いわゆるイオングループみたいな感じの、ベイシアグループが作った、オリジナルドリンクなんですが、うん。あんまり美味しくなかったです。でもエナジードリンクってさ、これぐらいでさ、250ml でさ、さ、モンスターエナジーとかさ、200円とかするでしょ。たっけんだよ、あれ。あれ買うんだったら絶対ドデカミに買った方がいいと思う、俺は。ということで。はい。それではご視聴ありがとうございました。これは、うん。まあ、うまいんだよね。うまい。まあ、5つ星だな、これ。うまいからな。ちょっと待てよ。でも、コクがないんだよな。エビスに比べるとコクがないんですよ。ってことで、四つ星、エビスの方がうまいですね。それではご視聴ありがとうございました。